はい。そしたら次、二人目の方のプレゼン行きたいと思うんですけども、はい。今回ですね、この2番の方のご要望もいただいておりますので、それを先に読まさせていただけたらと思います。いつも動画を通勤時間に見ています。満員電車でも通勤時間が楽しい時間になっています。感謝です。ありがとうございます。現在、ちょうど間取りが終盤の段階です。西と東に障子があるので、障子にマッチして北欧系の照明計画をお願いします。リビングの壁紙は白の珪藻土クロス、天井は小幅板、床は殴り床、殴り床の予定ですと。おしゃれの空間で落ち着ける感じにしたいです。ぜひともご検討お願いしますという感じですね。ちょっと落ち着いたテイストっていう形のご提案っていうイメージですかね。いうふうなご要望できていますので、それをちょっと元に皆さんにちょっとお話ししていただけたらと思いますので、佐藤さんお願いします。はい。考え方は先ほどと同じ考え方でやっているので、まあ、似たようなポーチのあたりとか、ジンとか、ダイニングだとか、リビングの人がいる場所、まあ、この辺は考え方が同じですね。割とまあ先ほどのベースと近いところです、ね。はい。トイレがブラケットになってますね。トイレが、これはそうです。ちょっとこのトイレがどんな形、なんかここに飾りだなみたいな絵があったので、そこをちょっと意識して、そこに明かり落としてもいいかなということで考えてます。はいはい、玄関については、ここにこう、人が立つシーンを想定をして、うんうんうん、お互いの顔が影にならないようなお客さんが来た時にっていう、かつちょっとここに飾り棚がつくような書かれてますね、言葉があったので、まあ、まあそこに明かりをちょうど落とせるようになるといいかなということを考えています。リビングダイニングは先ほどと違うのは、まあ、ここにちょっとこうデスクのスペースがありましたので、うん、この辺りには明かりが欲しいだろうという、はい、でこれはまあかつここの全体の照明、全般照明としての機能を兼ねてるという、うん、はい、考え方をしています。あともう一つはここに今回は水平の天井になるだろうということで書かれていましたので、まあ、ダウンライトを置いたんですが、何かこう人がここを集まって、まあ何でしょう、こうテーブルでこう集まるみたいなことがあった時に、うん、結構こういう要望が普段多くてですね、ここは普段はつけてないんですが、スイッチを入れないんですが、例えばこっちで何かちゃぶ台みたいなもので鍋やるみたいな、うんうんうん、そんな話もたまに出たり、そういう時にこの明かりが必要になるケースが結構あるので、まあ、そんな想像をちょっとして書いてます。なるほど。洗面だとかランドリーは特別なことはないですが、うんうん、この辺りも特にトイレに関しては、まあ、手洗いのところに明かりを落として、なるほど、はいはいはい、寝室と同じような感じですね。そうですね、寝室に関しては、はいはいはい、いつも頭に置いてるのはベッドの枕元から光源が見えない位置にできるだけ照射するように考えていて、はいはいはい、今回の場合そのこと、とかつこのクローゼットへの明かり、うん、はいはいはい、ということで、まあ、この辺りに配置をして、寝室なんかは割とあれですね、攻めてる感じしますね。僕ではこの提案はなかなかないなってところなんで、すごい勉強になりますね。少ないということですか。そうですね、あ、はい、いや、いいと思います。実際その本当に寝室で何をするっていうところをね、結構皆さん抜けてる、とにかくなんかよくあるベタにダウンライト4つ、 7.7 畳あれば大体ダウンライト4つとかね、なんかシーリングがなんか8畳用、10畳用が真ん中に1個ドンっていうのがベタだとは思うんですけど、まあ落ち着いた空間っていうとやっぱこういう感じだったりとか、ビジネスホテルとかね、割となんかこういうイメージですよね。やっぱりちょっと暗がりのビジネスホテルでなんかこう真ん中にこうシーリングライトがバーンとついてるところないので、やっぱちょっと落ち着いてこうデスクにスタンドライトがあったりとか、枕元にちょっとした明かりがあったりとかっていうのが多いので、なんかそんなイメージだとやっぱり落ち着きますね。そうですね。それこそ寝室が高校と明るかったら目が冴えちゃうと思うんですよね。そうですよね。なるほど。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうしたら、じゃあ、森さん、いいですか？はい、じゃあ森さん、はい、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。ここをテストということでですね、ちょっと僕、佐藤さんほどの細かい共用部分とかまであんまり計画できてないんですけども、ちょっと考えさせていただいたのを発表したいと思っております。子供部屋なんですけども、予算のことが今回は特になかったですよね。落ち着ける空間でちょっと提案させていただきたいなと思ったのが、
このブラケットライトをなるべくあんまり明るくない柔らかいまん丸いちっちゃい照明を想像していただければと思うんですけども、そんなやつをこうなんとなく3つまとめてここら辺につけておくっていう、それをまあ子供部屋のメインの照明にするっていうのはなかなかいいのかなと。通ったのが好きであれば縦に3つ並べるとかそんなんでもいいですし、もうちょっと高さも横位置も結構ランダムな感じで3つ並べておくっていうのもいいのかなと。でやっぱりそれだけでは多分将来的には暗いと思いますので、ダクトをですね、将来的には保管していくような感じをやってみるとどうかなというふうに思いました。裸電球でもいいと思いますけども、どちらかというとよく広報部さんも使われるプニプニ照明みたいなやつ、ああいうのが3つ並ぶようなイメージだとおっしゃれてほしいんで。ここをテイストをどの程度までこう持っていかれるのかっていうのは、ちょっとよくイメージがつきにくいところですけども、まずそれですね。はい、ありがとうございます。で、寝室なんですけども、ここの壁がなかなか、いい感じかなというふうに思っておりまして、ここにブラケット一つ、これはまあ、裸電球とかでもいいのかなと思ったんですけども、ここにブラケットをやるとですね、やっぱり光の加減はこういうふうに拡散していくんで、ここら辺結構暗がりになりがちなのかなという。でまあそれが逆にいい感じに、多分常夜灯としてずっとつけておいてもあんまり邪魔にならない、眩しくないような感じに減らしてくれるのかなと思いますので、この位置のブラケットライトっていいんじゃないかなというふうに思って、ここ一つやらせていただきましたのと、あとの方にダクトつけておいて、当然これだけでは暗いっていう時も出てくると思いますので、ここで照明器具を保管していくっていうような感じでというふうに思いました。なるほど、ありがとうございます。ちなみに本間さん、ちょっとお聞きしたいんですけども、これ開間エアコンがここにあるっていうことは、はい、このクローゼットはレベルは1段上がってたりするんですかね。どうなんでしょうね、そこまではちょっと僕もわからないです、うん、ああ、はい。この辺はよくわからなかったのでちょっと触れなかったんですけども、はい、もしここら辺がレベルが変わってちょっと明かりの取り方工夫する必要があるよということだと、何かこの辺が暗くなる対策が必要だったりするのかもしれませんね。これごめんなさい、まだ書きかけのところでなかなか悩んだんですけども、はい、リビングですね、洗面室とかランドリースペースとか浴室とかは、まあ、あんまり普通でいいかなと思うんですけども、リビングやっぱりこのペンダントは多分必須なんだろうなということとですね、あと北欧系ということでしたら、まあこのキッチンのところダウンライトとかでもいいんですけども、ここの3連のペンダントみたいな感じのものを持てってあげた方がいいのかなという気がしました。多分こう階段登っていく途中とかキッチンから見たところとか、この空間の中心にペンダントがこうあって、ここら辺の中心にペンダントがあってみたいな感じのをやってみるといいのかなというふうに思います。あとはもうここにダクトですね、ここにダクトを僕だったら持っていくかなということと、あとはやっぱりこの辺の暗さに対応するためのヒーリングとかダウンライトとかができるかなどうかなというところがちょっと悩みどころな感じですね。この空間だと多分その一番階段の上がり口のその真ん中のリビングのど真ん中の CH2200 ってその天井高の書いてる、そのあたりが一番難しいですよね。そうですね、もう空間として佐藤さんでもうどんどん無視して分けちゃうのかっていうところと、そこにでもまああったとしても多分つけないかなという気がするんですよね。人がいないのでそこにね、だったらなんかもうリビングに明かりがあってダイニングに明かりがあってで、ね、全然なんか成立するのかなと思いますね。結構難しいことですね。普通にするとなんかそこになんかダウンライトが3つぐらいついてそうですけど、ああ、はい、まさしくまあそれかなみたいな、まあ、こうまとめて4つとか3つとか、って感じありますけどね。ちょっと、落ち着いた感じにはちょっとなりにくいので難しいところですね。そうですね。ありがとうございます。はい。はい。あとは、ここですね。階段の下、多分これストリップ階段だと思うんですけども、ストリップ階段の下から光が漏れてくるみたいな、感じの建築家照明を考えてもいいんじゃないかなと。なるほど。いうふうには思いました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。そしたら最後、竹内さんお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。今回、ご要望としてですね、北欧系という話をいただいておりますので、僕もですね、北欧系大好きなので、まあ、いろいろですね、
ご提案をまとめてございます。まず北欧系というかですね、おしゃれなインテリアをですねご所望かなというふうに思うんですけども、基本的にはそのシーリングライトみたいなこう1個でですねバーンと明るくするような照明ではなくてですね、多灯使いというかですね、まあ、複数の小さな明かりをポンポンポンと置いていくことによって、まあ、美しい空間というかですね、居心地のいい空間、おしゃれな空間が出来上がるんじゃないかなというふうに思っております。でまず北欧系ということなので、ポーチ脇、玄関ポーチですね、外観から見てパーンと見える、玄関でパーンと見えるですね、その壁付けの部分、ブラケットですけど、ここにおすすめなのが PH ウォールってやつです。ポール・ヘニングセンっていう方がですねデザインされたものなんですけども、ざっくりこう25万ぐらいするんですけど、すごいですね、まあ、いい感じの照明です。僕好きなんですけど、銅で作られてるんでこう青くなったりとかですね、まあ、いい感じに経年変化していく素材でございます。またあとはですねカウンター等々ございますから、これもまたポール・ヘニングセンですね、 PH テーブル、これ15万ぐらいだと思うんですけど、されたらよろしいかなというふうに思います。あ、サイズがありますからね、大きい方がちょっとお高い、ちっちゃくてもちょっとまあまあ高いって感じなんですけど、あとはですねペンダント照明、こちらはですね障子を使われてございますから、まあ、ちょっと北欧からずらして扇建築工房さんもですね書かれてましたけれども、中村光文さんのですね、まあ、デザインされたペラという、こう乳白グラスですね、オパールグラスというかですね、大体このオパールグラスで、まあ、北欧系じゃなくて和風だったらちょっとペラなんですけど、北欧系だったらトルボーというですね、まあ、本田さんもよく使われてらっしゃるそうなんですけども、トルボーというのの乳白ガラス、そしてまあカラバッジョっていうですねライトイヤーっていうか、まあ今はフリッツハンセンだったと思うんですね、買収されて、でそちらのオパールグラスなんですね、乳白ガラスの照明使われると北欧系かなと思います。あと障子使われてらっしゃるんで、フロアスタンドとしてですね明かりとか、そういうのを使われると和風なですねテイストもあってよろしいんじゃないかなと思います。和風じゃなくて存在感がありながらもデザインシンプルって言ったらグローボールってフロスっていうメーカーさんがですね出されてますけど、グローボール使われてるのはよろしいんじゃないかなというふうに思ってます。それ以外のこの1階部分のですね、まあ、細かい照明につきましては、存在感が必要なところはこういうデザイン系のですね照明使われて、存在感がないところはダウンライトとかですね明かりだけが欲しいっていうような照明お使いになられたらよろしいんじゃないかなというふうに思ってます。それで2階なんですけれども、寝室のデスク、こちらございましたので、AJ スタンドというかですね、ヤコブセンって、アルネヤコブセンっていう方がですね、デザインされた、これもルイス・ポールセンっていうですね、メーカーだったと思うんですけれども、ルイス・ポールセンの AJ スタンド、これをですね、スペックにさせていただいております。まあ、ぜひですね、まあ、僕も愛用してますけれども、まあ、僕の前はちょっとフロアスタンドですけどね、もうちょっと大きいやつなんですけど、テーブルスタンド使われるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとの部分はですね、クローゼットとかは特にですね、まあ、お邪魔になろうかと、もう照明がですね、出っ張ってたらちょっと邪魔になるかなと、使い勝手とか考えますと、まあ、明かりが必要なだけですから、まあ、ダウンライトを使われたらよろしいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、あと子供部屋の間取りでは、間仕切りがございませんから、まあ、基本的にはここはこう家具を置くとか、緩やかに仕切るとか、まあ、今後の可変性を持たせた間取りになられてございますから、照明計画自体もですね、可変性を持たされているとか、まあ、コンセントをちょっと多めに、まあ、1、2個、要所要所とかですね、まあ、そこを使うことによってデスクとかですね、テーブルスタンド、フロアスタンド、まあ、そういうことに多様性を持たせることができますから、可変性を持たせた照明計画をされるとよろしいのかなというふうに思っております。以上が、デンホーム竹内の長主観のお金使う系おすすめです。よろしくお願いします。ありがとうございました。外部照明が異常に高かったんでびっくりしましたけど。25万って言われて25万みたいな、いいやつですけどね。ありがとうございます。あとちょっと最後聞き忘れた佐藤さんのところで作ってもらってたと思うんですけど、ブラケットとかを使うと思うんですけど、はい、よく、そのおすすめのブラケットの資料をちょっと見せていただいてもいいですか？はい、結構ブラケットを多用されると思うんですけど、はい、まあ、これが2ページにわたってありますが、これは普段私たちが結構定番として使ってる照明器具の一覧です、うん、なるほど、まあ、今言われてたのはブラケットですよね。ブラケットですね、はい、器具としては本当に安価なもの、モーガルソケットっていう、もうこれ2、300円じゃないですかね。そうですね、安いですよね。はい、まあ、そうですね、装飾としての照明計画っていうのはあまりしないので、なのでちょっとさっきの話も北欧系とか和風とか、そもそも私らはそういう概念があんまりなくてですねっていうところなんですが、はい、まあ、こういうものもよく使いますよね。なるほど、はい、いいですね、シンプル。うちもよくこれ使います、はい、あと、まあ、ここにあるのは黄色いか白いかっていう明かりが
この黄色いか白いかをどっちがいいか問題をすると多分めちゃめちゃ長くなりますよね。で、大体奥さんに嫌われていくっていう。なんかその辺はなかなか難しいところなので、また後日にしましょう。はい、外部の照明は大光さんのやつと小泉さんですね。そうですね、この辺は、まあ、左のこの大子さんのやつは光源が、まあ、アプローチに結構使ったりするんですが、光源ができるだけ目に入らないものを選びたいと思ってるんですね。なんでこれはまあ下向きの照明になるんですが、この右側のやつはそれよりもどちらかというと拡散するタイプのもので、はい、これはまあ場所によって、まあ、ただ人が歩くだけの歩く道を照らしたいんであれば、まあ左側のものを使うし、アプローチが例えば車庫入れのスペースの照明を兼ねてたりすると右側のものを使ったりとか、なるほどね、はい、まあ、そういった使い分けしてますね。なるほど、ありがとうございます。はい、さっきの明かりが一緒です、ね、はい、この辺は結構ナチュラルに被ってきましたね。そうですね、この紙を通しての明かりって結構こう優しくていいなっていう。ありがとうございます。はい、あとこの辺はこれもこの間つい最近作ってみたんですけど、はいはいはい、はい、真鍮ですかね。なんかこれ真鍮です。真鍮ですよね、はい、いいですね。なかなかいいものがないのでだから作っちゃうよね。作るしかないかみたいななるほど、結構そういう発想されますよね、大野さんは。はい、なるほどね、いいですね、ありがとうございます。はい、はい、一応ここで一応2プランですねさせていただきました。どうもありがとうございました。でちょっとこの動画だいぶ長くなってきたんですけども、ちょっと途中端折ってですね、まあちょっと何か編集かけてしようかなと思いますけども、今回のそのまあ僕もこう聞かせていただいて照明計画の話をするのはもうまあ初めて、皆さんと話するのは初めてなんですけど、共通点としてあるのはまあ可変性っていうことですよね、結局ね、というところと、やっぱりそのライフプランですね、ご家族のライフプランとか考え方によって照明の位置とか数も変わるよねっていうところがあるんじゃないかなと思います。で、比較的今日見ていただくと照明の数って割と少なめだったと思うんですよね。皆さんこれ気をつけていただきたいのは、やっぱそんな暗い家は住めないとかっていうふうに思うんじゃなくて、僕にその建築に抱かせないっていう照明だと思うんですね。照明っていうともう初めから家が建った時にもう壁とか天井についていないといけないもんだと思ってる方が結構多いと思うんですけど、皆さん今回言われてるのは後から足せるよとかですね、スタンドでここでプラスができるようにコンセントを設けておきましょうとかいうような形になってるので、あくまでも家につける照明器具というのは最小限にするということで、後から足せるようにしておくっていう考え方の方がいいんじゃないかなということになっていますので、決して暗い家をですね、なんかよく言われてるんですけど、進めてるわけではありませんので、そこはですねちょっと気をつけてご提案を聞いていただけたらいいのかなと思いましたですね。はい、一応そんな感じの印象を受けましたので、ちょっと補足だけさせていただきたいと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わりたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。またこの動画見られてですね参考になりますのでグッドボタンをお願いいたします。あとこの動画見ていただいて、ね、こんな感じどうですかとかにコメントありましたので、ぜひコメントいただけたら幸いです。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。お疲れ様でした。すみませんでした。長い、まあ、長い動画なんですけどこれどうしましょうみたいないやでも結構やっぱり、でも、ね、僕からしたらねやっぱり本当はもうちょっと聞きたいですね、皆さんのそれぞれ。ただ時間かけたらこう3時間ぐらいかかるんだろうなみたいななりますもんね。これがなかなか難しいところですよね、はい、なんか面白いなと思うんですけど、まあ、こんだけ聞いときながら僕は一切何も言わないっていうただただ聞いてるじゃあホンダはどうなんだろうったら、うーん言うて終わるみたいな感じでしたけど、はい、またじゃあこれちょっと皆さんに公開したいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。